どんな人ですよね。よくテレビで見てるよって言われた後に、なんで相方に喋らせないの。悲しきの覗きね、中学2年の時に、うん、同じクラスの古本くんっていう男の子がいた。古本くん、うん、その子はすごい、おとなしい子で、うん、地味な感じ、生物部入ってなんか活発的な子じゃないのよ、うん、あんま、クラスの中でも人気者とかじゃなくてすごく影の薄いタイプのね、うん、子がいて、古本くん、それが中2の時の、冬に、うん、古本くんの周りにすごく人が集まるようになった。急に人気者になって、ほんで古本くん誘って、うん、マラソン行こうとかジョギング行こうみたいな話になって、だけど生物部やから別に走ることなんて必要ないのに、うん、だけどみんな古本くん誘って走り出してんの、うん、ほんでなんかそれがずっと続くからこれなんでやろうと思って、うん、その走りに行ってるやつに聞いたら、うん、古本くんとこの家から、うん、隣の家のお風呂場が覗けるんですって。へ、うん、それで周りの男の子がそれを見たくて、うん、仲良くもなかったのに、そうそうそう、覗きたいがために、うん、覗きたいがために行って、うん、ほんで古本くん家に集合して行ってきますってみんな覗き古本くん家の、うん、家の、横になんかの納屋があって、うん、それが木でできた納屋で、うん、その隙間から見える。これぐらいのね、あ、うん、そこれをマイク遠のけたら声が拾わなくなります。、はい、その隙間から見えるっていうことを聞いて、うん、あ、それでみんな行ってんねやと思って、うん、俺も行くっつって、いや、行きたい、もう悪いけど、これは出た出た、うん、犯罪に手を染める瞬間です。瞬間を今報告してるわけですが、はい、こんなんライブやから言えんのよ、テレビでなんて絶対言えないですから、うん、どっちみちテレビで何も言わないじゃん。そうだ、忘れてた。いや、だけどそんなんなるやん、やっぱり正直悪いけど見たいとかなるやろ。俺全然本当に嘘つけ。嘘をつけ。中二の脳みそだったら絶対に見たいって。だからご存知の通り僕本当オープンなんですよ。だからあんまりこそっと見ないんですよ。俺堂々と見るんですよ。いや、あかんよ、それもアウトですけど。だからそれもアウトですけど。ギャーって言いやすいでしょ、そっちの向こう。ギャーとは言うけど、そんな超陰湿的じゃん、こうやって。いやいや、だけど陰湿的、向こうは分かんないんだよ。分かんないよ、分かんない。それがもう気持ちよくないの、向こうが分かんない状況のものを見てるみたいなのが、もう分かった状況で女の人がお風呂入るわけないやろ。ギャーって言うからそこに女性の色っぽさとかがあるのに、普通に違う、普通に違う違う、浴びてるとこ見なって、そこですよ、結局おっぱいが見たいんですもん、中2の時とかなんて。だからそこの違いがあるってこと。キャーじゃないもん、キャーなんてやったら隠しとるかな、お前。隠されたら困んねん、こっちは。だから覗いとんねん。だけどおっぱいなんて別に見たくないの。おっぱい超見たいですよ。だからおっぱい見たいに決まってる。嘘つくな、お前。中2の時におっぱい見たくない小学生おったら蹴飛ばすわ、俺今。なんで蹴飛ばされなきゃいけないんですか。嘘をつくな、バカっつう。オープンにはできない。こそこそしたくない。なんかこそこそはします、覗きは。覗きの工程ですか、今度は。の工程、窃盗を工程して今度は覗きの工程ですか。違いますよ、だから賭け麻雀やって違う、ぶち込んでやろうか、ブタ小屋に。昔の話言うてるやろ。ほんでね、中学校の時はみんなだけどやりたくなるのは分かるでしょ。だからさっき言ったように山に連れてったりとかあったわけじゃないですか、うん、ね、ほんで見に行ったわけです、うん、ほんだら本当にその納屋の木と木の間からマイク離さないで、だから これぐらいやねんね、うん、これぐらいやねんけど、まあお風呂場が見えんのよ、隣の家の、うん、ほんで ずっと寒い中待ってたよ、うん、そしたら待ってたら来た、ガチャって音がしたのが、うん、古本くんちの家の玄関が開く音やった、うん、玄関が開く音やから俺ら納屋のとこにおったら怪しまれるやん、ジョギング行ってるっつって、うん、だからその家の裏にちょっと隠れたわけよね、うん、はい、うん、隠れて、そしたら古本くんのお父さんが、うん、こっち側に向かってきて足音するのよ、はい、もう顔出せへんから、うん、うわ、やばいやばいやばいと思ってずっとやったら足音近づくねんけど、あるとこで止まったのね。ほんで恐る恐るこう、いや気持ち悪い、見たら
その古本君のお父さんがその木の間からこう見てんのよ。出た。見てんのよ。ほんで俺どうしたのそれ。いやまずいもの見たと思って、うん、古本君によう言わないやん、お父さんが覗きしてますよなんて。ってことはそこの4人は覗きをしてるおっさんを覗いたのよ。覗いてんけど、ほんで俺の友達もう一人連れてってたやつが、なんか俺が様子おかしいから見に行ったら、うん、あのおっちゃん覗いてるやん、うん、おっちゃん覗いてんのをわざわざ古本君に、うん、お前のおっさん覗いてんでって言ったんだ。言うてもうたんよ。俺黙ってたんやで、我慢して、うん、そんなんへこむからと思って。でも言ってやった方がいいでしょ、それは。いやだけど言うたらもう嘘やろというような顔して、うん、そんで見に行ったらほんまにおっちゃん覗いてるから、うん、そっから全く黙って古本君全く喋らへんなって、うん、だけどおっちゃんまだ覗いてるから俺ら行けへんのよ、うん、そっち側に通れない、ね、通れないのよ。だから俺寒い中ずっと待っててんけど、しばらくしたらおっちゃんの足音が消えてったから、うん、俺らも大丈夫かなと思って、うん、そこの横ね、うん、納屋の横通って、俺らもう怖いから出ようとした瞬間に納屋のさっきあった隙間あるでしょ、うん、隙間がさっきよりでっかくなってた。りょうさんには、うん、その両和純文のイメージソングを作ってもらおうと思いまして、うん、ホワイトボードとかありますか？はぁ？イメージソング？りょうさんが俺が話したくて、はいはい、みんなに集まってもらってみたいなさ、うん、ことでさ、はいはい、こう始まってる回じゃないですか、うん、はい、なんでそのこの、はい、冒頭でね、うん、流すような出囃子ってこと？まあ、出囃子にもなるし、うん、今後その両和純文を世に広めていくための VTR とかを作った時に、うん、この歌が流れるっていう。あの歌詞だけじゃなくてメロディーとかも？そうです、メロディーもです。絶対無理やぞ俺。つつちゃちゃつちゃ楽しいな、つつちゃちゃつちゃ違う、つつちゃちゃつちゃ楽しいな、つつちゃちゃつつちゃちゃつちゃ愉快し、つつちゃちゃつちゃ愉快。いや、そんな間開けないとダメかね。ポンポンいけないもんなの？いけない。俺なんかつつちゃちゃつちゃを聞きたくなる。つつちゃちゃつつちゃちゃつつちゃちゃつつちゃ楽しいな楽しいな、愉快し愉快し、おしゃべりのバー、りょう、トーキング、あっち、ヒアリング、月一りょうくん、のびのび、月一あっちくん、ガミガミ、タオレコさん、いつの子にゅー、ありがとう。そこだけ一緒？みんな、集まれー、もっと集まれー、つつちゃちゃつちゃ、つつちゃちゃつ楽しいな楽しいな、愉快し愉快し、おしゃべりのバー、りょうトーキング、あつヒアリング、月一りょうくんのびのび、月一あつくんガミガミ、タワレコさん椅子の購入ありがとう。下手くそかお前。りょうは純文っていうのは僕が基本的にトークして淳君が聞き役に回るという、うん、これはあんまりテレビでは見せない姿ということですよ ね、 すね。これを、このトークライブではやっていきたいなと思って、はい、始まったんですけども、はい、1回目から来てる人とかいます？ほら、でも、うん、全員じゃないっていう時点で、うん、じゃあ1回目来た人はどこに行ったんだってことになるそうですよね、はい、チケットが取れなかったというふうに踏まえたいんですけども、僕はそういうふうにな考え、チケット取りづらくなってんですか？あ、取りづらくなってんだ。あ、よかった。じゃあタワレコさんもっと椅子買わなきゃいけない ね。人ってなかなか今まで人生で負けたことがないことってそうそうないやんって話をして、うん、ほんで僕が唯一あるのが、うん、脇毛を一遍に抜くっていうのが誰にも負けたことがなかったんです、人生で。脇毛を一遍に何本も同時に抜けるってことですね。そうそう、本数が誰も負けたことがなかったのが、両和純文の1回目にその話をして、うん、お客さんの男性の方が、うん、ちょっと自信があるっていう方が出てきて一緒にやったら負けたんですね、はい、覚えてますよね、それ、はい、それリベンジがしたいということで、うん、1回目に来てもらった僕の相手、うん、男の方は呼んでるんですよ今日、うん、あ、そうなんですか。はい、リベンジをぜひこの場を借りてやりたいなと思いまして。
さあそれではこちらの方に、意外とルール決まってるみたいになってる。まずは田村亮さんから抜いていただきたいと思います。脇毛を抜いてください。どうぞ。さあ、りょうさんが抜き終わりました。あ、本数はなかなかでしょ。なるほど、わかんないですプロじゃないんで僕これなかなかでしょって言われても知らないです。これなかなかなんですよ。さあ、ではお願いします。やばい、落とした。やばい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 ぞ、やばいぞこれ、やばいぞ。俺すごい落としたよ。俺腕抜けたかと思ったもん。巻いた巻いちゃったの。なんで脇毛探さないといけないんだよこれだけどレフリーとしてはね、やっぱりそうですね。誰がレフリーだよちなみに自分の最高記録を数えたことあんのよ。はい、89本。発表します。田村亮さんの脇毛の本数、はい、93本。うお、最高記録出た。よっしゃ。西田くんの脇毛の本数、はい、67本。亮さんの勝利。よっしゃよっしゃ、最高記録も更新した。ナイスナイス。